石本康博は日本の写真家。アメリカ合衆国サンフランシスコ生まれ。3歳の時に両親の故郷である高知県高岡町に移り住む。1939年、高知農業学校を卒業後に再渡米し、カリフォルニア大学農業スクールで農業を学ぶ。 第二次世界大戦中の1942年から1944年まで、日系人の強制収容により、コロラド州南東部のアマチ収容所に収容され、この期間に写真に興味を持つようになる。1944年、沿岸の州への居住禁止を条件を条件に、解放され、シカゴに移住する。 ノースウェスタン大学建築家から転じて、シカゴインスティチュート部デザインで写真を学び、1952年に卒業。在学中にモホリナぎ賞を2回受賞している。1953年に再来日。ニューヨーク近代美術館建築部長のアーサードレクスラー、建築家の吉村純造らと共に、日本の伝統建築を調査し、 1954年には1ヶ月にわたって、カツラリキューの撮影を行う。1955年、桑ワデザイン研究所講師。1957年、日本の形、カツラリキューで、第1回日本写真批評家協会作家賞を受賞。1966年、東京造形大学教授。1969年、日本国籍を取得。 1978年、伝心五人了解曼荼羅で、芸術戦勝文部大臣賞、日本邪神協会年度賞、世界書籍展の、世界で最も美しい本金賞を受賞。1993年、訓四等曲実賞受賞受賞。1996年、文化功労者。日本的情緒を排除した作風で、白信力。 凍徹した、漁視力、骨太の造形的把握のたくましさが特徴。2012年2月6日に東京都の病院で死去、90歳没。1月下旬から肺炎と脳梗塞で入院、治療中だった。ありがとうございます。